お疲れ様スラットです。今日はですね、前シーズン世界1位が使用していましたこちらチエンスケラーやっていきます。はい、なんとね、チエンスケラー世界1フィニッシュです。韓国かどっかのね、はい、めっちゃスケラーが上手いプレイヤーではあるんですけど、このデッキです。何も変えてないです。はい、というわけで今日チエンスケラーね、やっていくんですけど、バランス調整、なんとこれ何も変わってないんですよね。変わってないよな。いや、まあ限界突破ナイトは下方されたわ。うん、まあでもそれだけ、それだけかな。なのでめっちゃ強えやんっていう、絶対今シーズンも強いやんっていうので、まあすでにね結構使われてます。はい、なので今季もおすすめ度1位ですね、間違いなく。なんで僕も今何でトロ上げしようかなと悩みながらの、枯渇嫌だな何でね上げようか悩みながらのチエンスケラーもちょっとね候補に入ってます。さあ、枯渇は後ろ墓石がいいのよね。よしよしよし。でまあゴブリンとかいるとね、スケラ打っても入らないからね、ポイズン打っても。なので、まあ、待ちますかね、ゆっくりと。でロケちょっと警戒して高めにベビドラ出しましょう。ウォー、いや打ちたいけどね、もうタル転がしちゃうっていう。でテスラか、あー、なんかマジアチャオールブレイカーとかもそのボムタワーが加工されたんでちょっと減ったんですよね。そうで、チェーンスケラは、まあ、マジアチャオールブレイカーがめっちゃきつかったんで、そのチェーンスケラからしたらすごいいいねバランス調整なんですけど、テスラはね嫌ですね。ベビドラが、俺の大事なベビドラが生きてくんねえな。なのでちょひたすら守ります。テスラもきついし、まあ、あとゴブリンかギャングも持ってると思うんで、チーギュー俺も好き。ちなみに温玉チーギュー温玉トッピング、マジ半年ぐらい食ってないけど一時期ハマりますよね、チーズ牛丼うまいのよ、チーズ牛丼が。まあね、テスラねマジで強いんだよね。本当にこのナイトはシャシャリってことでいい感じ。いや、まあ近畿道できたの悪くないでしょう。よしよしよし、ゆっくり行く、ゆっくり行こう。あ、墓石がいいね。まあ相手はね、もうロケ打ってくるかんね。これを、マジで、頑張って突破する。もうあと祈りなんだね、これ。テスラじゃなければね、結構ベビドラ無双とかあるんですけどね。テスラだと、しかもエレスピね。さあ、スケラ対策はバッチリですよ、と。しっかり守る。守ることは大事。いや、ロケがね強いのよね、それがまた。もうポイズン打っちゃうあー、テスラの位置いいな。なんか微妙な位置のアイスイズ出した何の間合いだったんやろこれ今の。ロケット打ちたいんじゃないこれ、お先に打たせて、打たして取ってみるのか、誰にか。ずれてるね。俺はね、視力悪いんですけど、クララの時だけちょっといい。おー、すげえ、これ。いや、でも、意外と戦えてんの。重っ。嘘やろ。いや、墓石って最強ってこと？で、こっからは、もう、スケラポイズン打って守ります。引きこもりするさー。で、もう一生こっち流して守って、あとマジでこれするだけっす。あと祈り、あと祈り、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 祈り。ナイトでもよかったか。定位置
マジマジ単品スクラップボイス、やべ時間がマジわかんねえ。よし、あ、ベルト入ってる。オッケー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 。いやマジでうまいことっすね。そう、怖いんですよね、テスラとかギャングでね、うまいこと守ってくるんだね。ナイス。これはね、墓石ですかね、勝因。マジでね、相手のデッキによって墓石の置く位置すごい、なんかいろんなパターンがある気がする。まあ、定位置がありまして、相手のなんか下とかエレジャイだったらまあ遠めとか逆サイズ高めとか、まあ、スケラと枯渇ぐらいは後ろでもいいかもね。基本そうかな、対スケラ対枯渇はまあ後ろか、今の美味しい、これうっやめて。 OK、 よし。さあまずはキング起動させていただきまして、ホグというのね、でチェーンスケラね、これスケラ打ちたくなっちゃうやん。打っちゃダメです、はい、打ちたくても相手の抜き分かるまでね打っちゃダメなんですよね。もしかしたらマザネクとかいるかもしれないしね。まあ相手の抜きはもうメガないとなんとかみたいなやつですねなマザネクとかいないんですよ。あとエレキがいますかね、うん、まあ、知ってはいるんで意外とギャングか、まあダクプリギャングさえ裂いたらスケラは刺されそう。頑張れないと、一発ならいいでしょう。ロー結構やだな、意外と嫌だな。まあ待ちますか。チェーンスケラはね3倍タイムが最強なんですよ。アイシーズごめんな。うっ、ナイス、ジジイ。まあ耐えかな、マジスケラ打ちたくても打てないね、打ちたくなもないしね。なんならあれ、なんでこの位置に立る転がしたかっていうと、ただのアホです。あーこれマジロケコポイで芝居ちゃおう、そしたら突破できないでしょこれ。許容できる、まあ、ギャングあるんでこれめっちゃスケラ打つ感出して全然打たないっていう、えいや強いな思ったより、ちょっと待ってくれや、思ったより強いな、やべ、これトレネ使ったっけ、やべ、しちゃった、待ってボスギもやべ、なんかあれさっきめっちゃ良かったのに、なんかギャング嫌だな、普通にスケラポイズン多分いっか。ボスギこれさっき後ろ気持ちよかったからっつってまた後ろ置いたら全部いってます。絶対ここに毎回ちゃんと置いた方がいい、で相手でもザップだけなんでちゃんと守れば絶対いけます、絶対絶対です。いやー美味しい、これ入らんでしょさすがにね、さらに入ったらもうよしよしよし、硬いね硬いね。いやポイズンねロケコに使うとね終わっちゃうんだよねとか思いながらのダクプリメガアイドル受けてこられるのもね嫌だったりするんですよね。そうなんですよ、いや待って待って、入ってる入ってる入ってる、いいね。で最強ナイトと早かったかナイト、いいよ先取れねえかなこれ、うう死にそう、ロッコマジ邪魔だなあいつ、一回仕留めるか、一回ね、すごい、よしよし共有できます、取れなります、スケラポイズあります、オッケーオッケー、もうスケラポイズンがね強いね気づいた、
守ってスケラポイズに次も勝てるわこれ。よし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 。でアイスイズ出してカウンターにつながる位置で、うん、アイスときやばい。ちなみにあいつ負け筋マジやばい。うん、本当に無理。うっ、やめて、マジ入れなければ勝ちです。ポイズン、おい、守るのよね、遅延スキャラはね。守ります。守ってちょっとエリクサー余裕あるな、スキャラポイズン。なんか理想はね、やっぱナイトベビードライスイーズとか形組めたら理想ですけど、そんな理想通りいかないですからね、ゲームも現実も。ピスタもねえけど、うん、宝石ですら置くのを悩む。3倍タイムが強えのよ。だって俺も限界突破、まあまあそう、マジ守ってスケラポイズン打ってたけどな。あー、レスピなんだ、取れねえの、マジで許せんの。おお、クエックオグかいいね。これでも相手がゴブリンだと嬉しくないんだよな。スケだったらいいな、スケだったらめっちゃ相性いいです。やばい、タイミング、うっ、よしよし、やめて。オーケー、さあキングギドできました。俺ゴブリンだったらね、ポイも打たないといけないのよ。で打ったのにクエイクボーイとかされるとね、だるかったり、テスラもだるかったりするんですよね。テスラ増えたのでもやだな。あ、やべ、どれ減った、ボムタワー減ってマジ打ち減ったけどさ、テスラやだな。ナイトロ結構、いやでもゴブリン、あ、スケだったな、熱っ、熱いね。どうしよう、待つのもあり。お、いいね。でもさ、結局序盤にダメージ受けなければもう最後に勝てるっていう、逆の方が良かった。いや熱くね、これ、もうこれだけで。でもクエイクあんのか、あー便利なことで、クエイクさんね。便利なことで、まあ、右の方が入るね。クエイクねえもんな、下でよかったね。あのロケット下すぐに行かない、スケラ打ち得だと思ってんだよね、これマジで。来そう、熱くね、いや結構熱いぞ、ビビドロ、うわー、残り場弱だった、なんだよお前、頑張れ気合いで。おっ、タゲナイト、タゲナイトに行け、うーん、ナイト、お前はタゲを取るためじゃないのか、何のためだ、後ろに女の子でも連れたいのかよ。うっ、待って、取るね、ヘッポコ取るね、ほんとあのローキックをしばきたい。いやでも勝ってんね、なんか勝ってんねみたいな試合じゃね、さっきから。でもね、それって大事だと思うんですよね、なんか勝ってんね。もうね、なんかカードの周りがね、アイスイズを出すからね、多分俺が良くないんですよね。あれはいつもしばけるんで、延命してきたところをしばく。あ、ここに攻め呪文打ってこない時点でラッキーと。で俺多分ね、最後までスケラ単発パイ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 で勝てる。マジ多分ヘマしなくて、えぐくない、守ってるだけって言います。単品打ちまくるかな、
いやでも防衛うまいな、マジ単品打ち放題、やべえ、やばい、いやでも LSP ならだるいな、なんで入るん？びっくりそれ。え、終わった。え？負けるん？あ、スキルだったら間に合ったか。意外と時間あったか。あれ？俺これ負けんのか。いや、好きだからね。あ、めっちゃ相性いいやん。と思ったけど、うまいやん。君。めっちゃうまいやん。ねえ、スキルー。雑すぎたかな。つけられて勝てやーつって、勝てる勝てるーつって、 LSP だったのがね、でもちょっと嫌だってね。スケラポイズン打ってもクエイク LSP で完封です。それ趣味ね。 LSP 強っ。あれがアイスピでもファイスピでもヒースピでも何でも何でもね。それならゴブリンの方が良かったよ。 LSP はね、タイスケラとか、あとはね、コウモリとかね、ラバ系とかに戦いたいとかだったら、まあ、26とかでも、たまにいるから。まあ、アイスピの方がやっぱ、強い。最大パフォーマンスは強いけど、みたいな感じかな。わかんね。何これ。宝石体、これ遅延スキルあります。あ、でもルイスってめっちゃラバー多いんですよ。ラバーもありますで、今はいないだろうけどロイも一応あります。マザネグロイとかいないだろうけどね、可能性はあります。いないだろうけどね。いやー、マザネグすごい気合がこもってます。あ、レイジか、これね。いやー、マザネクどうだろうな。ちゃんと考えよう。墓石呪文2枚 LSP 月金ロイフェニもう1枚開空か、さすがにめっちゃなんか5墓石めっちゃ嫌いやん。さすがに、あ、トリトンね。オッケーオッケー、これも幸せです。ポイズンなわけないしね。あ、墓石に当たってない。 LSP も使った、熱い LSP ね。意外と今入ってほしいが、墓石が強いね。絶対こいつの卵だけはしばくで、ベビドラ最強です。前でフェニックス言うけど、もう今卵ってかどっか行ったし、さよなら。え、てか墓石、あ、やばい、それ墓石に5打ったらとか思ってたらさ、えぐい。リーチやばい、久しぶりに見た、やばい、久しぶりに、え、全然いや、レイジマジやばいな、ガン虫やん。いやー、あるよこれ。でもスケキンがちょっとスケラ受けに強いのやだね。LSP、LSP レイジやります。落ち着いていきましょう。落ち着くことも大事。もうロイジャーレイジすればいいと思った。正解だよ。やだな、このデッキに負けんの。さすがに普通にナイルクね。
よしよし、絶対入るかな、多少は。いや、エリスピ早い、熱い。やばい、ごめんなさい。うっ、待って、444やん。ビンゴー、気づいたら勝ってました。オッケーオッケーオッケー。もうね、スキャラがどんなに入ってたかね、もう見てる余裕ない。最後もう残りカウントダウンゴーにゃーんで、俺勝っとるやん。ってなったわ。あぶねえ、普通に負けだと思ってたからな。ラッキー、おやおやみたいな、かわいいな。よろしく、よろしくのキスをあげよう、あなたに。すると君はキラキラするのね。何やっとんや俺は。まあ待ちますか、チェーンスから。本当にやってわかる、見てわかる。一番タイム弱い、うん。まあ相手のデッキによっては一番タイム強い時もあるけど、相手が超重いデッキとかね、ついてこれないからね。スキャラ打って宝石だけで守るとか、そういうのは強いよね。対ゴルとかね。まあ待つな、飽きた。おい、ポイズンはそんなことある。逆に使わなくていいか、使わなくてよかったと思えば救われた。よしよしよし、30しね。でね、エリコはね、壊すんじゃなくてね、もう攻めた方がいいんですよ。マザリングとかだったらジいるわけねえだろ。ガゴムレね、終わり。なんか30しってさ、ユーノとかグオーストとかちょっと前だと、え、なるほど、そういうのだったのに。平均コスト 5.4 ですかなと思っちゃうし、いや違うな、これもまた。やべ、漏れた、はみ出しちゃいました。どけろ、ガガムレが来る感じ。あはは、根性タイプね。なるほど、これね、トルネより、いやトルネか、え、ナイト、ナイト、マジでごめん、マジで分からんけど、キング起動しろ。ぐっちゃぐちゃだったらトルネキング起動する。あーマジ、そうだね、受け付けてないんですよ。打っちゃう、単品でいい。えぐ、あーもたる。マジでだるい、ほんとに死ぬ。あえ、俺今もしかして俺か、今俺がなんかミスやっちもたな。30したりなんな。おいしい。さあ残り1分、絶対左だったか。
30子強いんだね。30子ね、9コスでね、スケラポイズンほぼ完封できるからさ、結局処理できても、そう考えたらね強いんだよね。これ強いぞ。もうはい、絶対ダメージ稼ぐよ、絶対ダメージ稼ぐかんだよね、許さないよ俺も。あ、やべ、変なことしたからしたる。あの右はね、守れるかマジで分かんないけど、やべ、マスク入ってる、アホ、ごめんなさい、痛い、取れない、あ、そうだろ、おっつぁ、えぐ、あいつの敵いかついね。まあでもね、鉄壁ですよこれが。ナイス。よろしく。おお、スケブー、スケルトン部隊、雪玉ね。ってことは、まあ、ジャイスキャラやん絶対。雪玉強化でニッコニコね。どうやって守るんやろ俺。一旦ビビドラ出して、タル欲しい、ポイズンポイズンポイズン。これね、一番いいタイムはポイズンで守るんですよ。で、あ、やばい、ちょい入る、やばい、タル当たってない、痛い、えっ、え、あ、あ、なあ、そうだ、ジャイ腕伸びたんすわ。え、ジャイスキャラめっちゃ強くね。これコウモリもいたらさ、コウモリ、雪玉、ジャイ強化、インチキやん、ズルじゃん。おー、ボーラーも付き添いでね。石っくるなんだよな。ネクロと、もう一個一応体育あると思うんで、雑な逆祭ナイトスキャラとかやって、ガゴだけで守りますよみたいなされると、それはそれでしんどいしな。こういう打ちでただ終わるかな、引っ張ればいいのか、そう、引っ張ればいいの気づいた、引っ張ればいいんだ。あれせず、まあ一応ボス蹴りとくか、まあ、耐える大事。これで1倍タイムは棒ポイして耐えて、2倍からあの棒ポイしないで守れそうだったら採用していく。ネクロなんか嫌いだなただただ嫌いなんだよ。こういうのうじゃうじゃしてんのね、嫌なんだよ。でもこういうのは美味しかったりして、で行ってのユニット寝て取れねで、ポイズンも、いや、いいか、よしよし、でビビがちょっと入りそう、オッケー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 、いいんですよ、こういうことです。チンスキャラどん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 俺のターンになってくるぞ。相手も気づいちゃった、もしかして太鼓叩いちゃう。どうしよう、下げるとかもある。あ、これやばい、ボーラー入んのマジで俺嫌いなんだよ。え、ってかボーラーじゃない、何が入んの、あれは、やばいやばい、マジなんか、あ、ネクロマジ嫌い、ネクロうざいだけやん、あのキャラって強いの、ちょっと待っちゃう、うざいから。下げるし、下げるからいいもん、ベビダラあるもん、ボスキもあるもん、よしよし、あ、マジでボーラ嫌い、
何回言えばわかる俺の気持ち。えっ、うわー危ない。じゃあ今射程長いんだ、何回言えばわかる。本当にすごいな。絶対撃ってくるだろ。やべやべ、待って、なんだこのボス、やばいこのボスやばい、人力だな。これ熱くね、やばい、熱いな、ここ25度マジで怪しい。熱い熱い熱い、守るガチやこれ。ボイズ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 、タル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 、オッケー、オッケー、チャンスキャラ強くねめっちゃ強くね。さあ鉄壁遅延スキャラね、マジで守ることだけを考えて余裕があったらスキャラポイズンですね。そこさえ徹底すれば負けないですね。本当に負けるのは自分が攻めてるから負けるだけなんで、でもちょっとそこだけ意識するとね、すごい勝てるデッキだと思うので、皆さんもぜひやってみてください。ちゃんと高評価お願いします。お疲れ様でした。またね。